ますよ。電話しますよ。ああ。代理店やないけど、あるんですか？ありますよ、ちょっと。どっかちょっとさ確認しますけど。俺の知り合いも建材屋。YouTube 閲覧できないのって言ったら、できないんですって。どうすんのよって言ったら、自宅で閲覧するんですって。わ、大変だね。いや、今はそんなことない。あ、そう。いや、わかんない。私らほら、カネカの販売部門なんで、カネカの本体はわかんないですよ。一切、だからインターネットに、あれ、YouTube なんかも閲覧できない。手切らないように、はい、どこをどう曲げても構いませんから。そうそうそう、それ。おー。それさ、曲がんないと思ってたのよ、僕も。あの、カネライトは。発泡スチロールを曲がっても。カネライトを曲げたの初めてです。あの、発泡スチロールは曲がるのは分かってたけど、カネライトは曲がんないと思ってたのよ。これ。曲がんないですからね。うん。で、なんでかちょっとこっちの発泡倍率の方が高いから。はい。で、手切らないようにね。はい。どうですか？あ、こっちはあれ、ここが割れたよね。ここがちょうど。はい。そこは塗ってないからね。はい。で、これはあのスーパーポリクロスがかかってないところ、はい、だからかかってるところはここまで、うん、境目ね。ここはだから割れないんですよ。みんな真似するよ。真似するよね、うん、あーすごい、ここまで曲がる。180度でしょ。おー、くっつきそうですね、本当に。うん、おー、くっついた、ね、すごいっす。これが1センチだったら、1センチのやつだったらくねってます、うん、あ、これ多分 2.5 か2でしょ、はい、で逆にすると割れちゃうんですよ、もちろん。これで、あ、こっち側から避けちゃいますよ、ね、はいはい。だから両方塗ったサンプルも作ろうかって言ったんだけど、いや、これね、1センチのやつだったら両方塗るでしょ、うん、大丈夫。大丈夫、両方両面塗って、うん、そしたら逆に言ったら戻んない。ああ、じゃあ合成が出んだ。3D で切る。すでにちょっと戻らない感じですもんね、うん、そうそうそう。でもでもこう曲げやすくなりました。うん、あんこにはなるでしょ、逆に言うと、はい、発見ですか？発見？僕はもうこんな入って間もないのでこういろいろやったことないので。あ、本当に？ここまで曲がった。おー、そうだね。おお、ここまで曲がったやつを初めて見ました。そうだね。ねえ、ぴったり曲がったよ、本当に。ぴったり曲がったよ。バームクーヘンみたいになったよ。そうですね。社長。いいね。で、ここはですよ、これ、ただ、ほんとバーって長いやつだったら、ぐるぐるぐるって。そう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 。ロール状になりますかもしれないですから、ね。はい。社長、バームクーヘンみたいになった。ここはどうなるんですか？わー、すげえすげえ。最初と比べてもすげえしっかり柔らかくなりました。いいね。なんか新しい構造物ができそうだったんだよね。面白い、うん、リンリンがあります。いや、これだから発泡スチロールは分かってたんですけど、カネライトはここまでになるかと思ってた。これね、これもらっていかせていいですか？どうぞどうぞ。あ、これごと持ってってください。荷物になりますけど。それで、あの、みんな負けてみてください、はい、また切ってちょうどここの境目でワッパキッといって、そう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 、うん、ここからここで、そう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 、今外なんですよ。面白いね。だからそれ見た人は驚いちゃいますよね。え、うん、この建材とかでやってる人たちはもうなんだこれってなると思いますよ。ああ、そうだね。こういう万能試験やらないからね。こういう風にね、そうなんでしょうね、クリープのね。あ、万能試験ってこの支点間がこう何ミリかあって、はい、支点間があって支点間の距離でこうたわみ試験やるだけなんですよ、はい、圧縮とかね、はい、ちょっとこうグッてやってバキッっていう。そうですそうです。
ってあのこういう複合材料での試験ってねやらないからね、普通単位でやるから。でもこの硬くて柔らかい材料でこれやらないと、あの要するにカーボンクロスみたいなんだとバリッと割れる可能性っていうのはあります。硬いエポキシだとね、はいはい、伸びにくいの。それをだから提案したのは岐阜の高校の先生もあるし、あと愛知、これがねボートの椅子作ってる今、おこれもグググッと跳ねられて曲がって船外機ボートの椅子作ってくれてるんですか。